三河に生まれた松平竹千代は波乱の人生を送っています。
戦国時代の真っ只中、竹千代は織田家の人質から今川家の人質に、駿府で過ごした11年、桶狭間の戦いで今川義元が討たれると、竹千代、名を改めた松平元康は駿府の今川家を離れ岡崎に帰還したのでございます。松平家の菩提寺である大樹寺にて、遠離江戸、権武浄土、この言葉の本当の意味を知り、19歳の元康は名前も家康と改め、生誕の地である岡崎城を拠点に自国の統一を目指し、戦国の世に挑んでいったのでございます。岡崎5万石。Thank you.
信玄はさらに西へと進軍し、三河の野田城を包囲したのでございます。守る城主は菅沼貞光、援軍もなく北条は1ヶ月に及ぶ中、伊勢山田の冬の名手であった松村宝久も籠城し、舞を笛を踏んだのでございます。城の向かいの竹林に身を潜め、攻めの好機をうかがう武田信玄、その美しい笛の音色に思わず耳を傾けたのでございます。ふと堀端に揺れる竹を見た菅沼方の鳥居三左衛門が揺れる竹を射るかり、その竹を目当てに鉄砲の引き金を引いたのでございます。ドドーンと闇をつんざく鉄砲の音、爆音に続いて大将撃たるの叫び声、これにより痛手を負った武田信玄は転身し、海に戻る途中息絶えたのでございます。桜散る中、信玄の夢はいか、今に伝わる野田城伝説でございます。Thank you.
戦国の動乱の中、織田信長は尾張を掌握し、美濃を落とし、着々と権力を誇示し、岐阜にて天下布武の旗を挙げたのでございます。織田信長の天下布武、しかしその陰で無常の世をはかなむ思いも信長の中にはあったのでございます。信長は高若米の厚盛の一節に共感し、好んで待ったと言われているのでございます。高若米、厚盛。幻の時の
つわもの祭の皆さんの演奏でございました。つわもの祭の皆さんは総合和芸術集団ということで、ご覧の通り和太鼓あり、篠笛あり、三味線あり、この他にも和の楽器、大変レアな楽器、胡弓であったり、あるいは礼金であったり、琵琶であったり、そのような楽器も使いこなし、時には剣舞も入れ、歴史的な場面も取り入れ、愛知、岐阜、三重、東海の各地で活躍中の和の芸術集団でございます。それでは、つわもの最後の演目となりました。関ヶ原の戦いをお届けいたします。